候補公園は、上海、ワイタンの北東端にある三角形の緑地であり、街で最も古くかつ小さい公園である。ここには、外国支配からの脱却に尽くした先人を記念する、大きな人民英雄記念碑と、昔の写真で、ワイタンの歴史を振り返るワイタン歴史博物館がある。1917年の公園の中医科期1920年代の、 広報公園この場所に公園が最初に作られたのは1886年で単純にパブリック、ガーデンと呼ばれ、中国で初めて一般人も利用できる公園になった。スコットランド人の庭師がヨーロッパ式にデザインし、休憩所、テニスコートが作られたが、それは1840年代に上海が国際貿易港となって以降増え続ける。 外国人疎開の居住者の利用を意図したものだった。パブリックガーデンは1890年から1928年の間、中国人の立ち入りを禁じたが、よく知られた作り話として、公園の入り口に犬と中国人は立ち入るべからずという注意書きがあったというものがある。しかしその時期の写真によると、注意書きは10項目あり、その1番目は、この公園は、 外国人が利用するためのものである4番目は犬と自転車は禁止するというものだった。いずれにせよ、候補公園や中国の他の公園で中国人の立ち入りが禁じられたことは19世紀から20世紀前半にかけて西洋列強から中国が恥ずかしめを受けた多くの例の一つとして一般民衆の心に残った。例えば、ブルース・リーの映画、 ドラゴン怒りの鉄拳では、候補公園のゲートのシーンで、犬と中国人は立ち入るべからずという注意書きが見られる。第二次世界大戦後、パブリックガーデンは候補公園に改名された。公園は、北は五小校、東は候補校と接しており、本流となる校舎から名前は取られた。1990年代に公園は改装され、 人民英雄記念碑とワイタン歴史博物館が建てられた。公園は様変わりしたが、候補公園の歴史的な名前は、隣のガーデンブリッジや高校区の高層マンション、ニューバンドガーデンといった地名に今も残っている。ありがとうございます。